さんこんにちは。進路アドバイザーの畑です。この動画では志望校決定を目指す高校生の皆さんにヒントとなる情報を発信していきます。今回のテーマはこちらです。今から高3になるまで高3ゼロ学期、高2、3学期の間にすべきことについてお話ししていきたいと思います。高校2年生の3学期は高3になるための準備期間であるゼロ学期と言われています。そんな今何をすべきでしょうか。今皆さんがすべきことについて、志望校と志望学科を決定するということが挙げられます。はい、なぜ今志望校と志望学科について考えるべきなのか。それはですね、入試っていうのは始まる時期が実はねちょっと早いんです。でちょっとスケジュールをこのように出してみました。はい、このように専門学校であれば6月から、また大学であれば9月から栄養入試、総合型選抜入試の手続きが始まってきます。このようにスケジュールを見ていくと、入試の始まるスケジュールを見たら高校3年生の4月から動いても間に合いそうかなと思うかとは思いますが、でも実は皆さんは意外と忙しい高校3年生を送ることになると思います。例えば学校の勉強や学校行事なんかもあります。また部活に入られている方であれば早退でしたり、大会試合、忙しくて思うようになかなか進路を考える時間っていうのが取れないということもあります。そのため少しでも動きやすい時間、隙間時間に志望校について、それから志望学科について選ぶ必要があります。例えば部活が一段落してから夏以降に動き出そうかなと思った場合、早い例えば専門学校なんかでは夏の間に栄養入試が締め切ってしまったとかね、行きたかった学校の栄養入試がもう終了っていうお知らせが出ているというような恐れもあります。部活が忙しい春から夏にかけては皆さん部活に集中したいですよね。余裕を持って自分自身の進路を決めることができるように、この高3ゼロ学期の今の間にどの学校に行きたいか、そしてどの学科に行きたいのかを決めていきましょう。志望校、志望学科を決めるためにぜひ皆さんオープンキャンパスに参加してみましょう。3学校の場合であればオンライン型のオープンキャンパス、代行型のオープンキャンパス、この2種類のオープンキャンパスを実施しています。例えばオンラインですと、ちょっと質問したいなという場合でしたら、三田校の公式 LINE アカウントに質問をチャットで送っていただければ、気軽に質問をしていただくことができます。そして、じっくりちょっと先生と直接お話をされてみたいなという方は、オンライン説明会がおすすめです。オンライン説明会は、皆さんの自宅からスマホやパソコンでつないでいただいて、お好きな時間に先生とお話をしていただくことができます。また、来校型のオープンキャンパスですと、実際に校内見学ができるので、学校の雰囲気も肌で感じていただくことができます。はい、皆さん、学校の勉強や行事、それから部活などがあって、忙しかったり、なかなか思うように今動けないなと思っている中かとは思いますけれども、高校3年生になってから自分の進路について焦って決めなくてもいいように、先ほどご案内した LINE やオンラインなんかもね活用しながら、ぜひ進路についての情報を集めていただいて志望校を決定していただければなと思っています。じっくりとぜひ今の間にですね、自分自身の進路について考えてみてください。神戸医療福祉専門学校では今後も YouTube で皆さんの進路決定に役立つような動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また、Twitter や Instagram など SNS でもですね、学校の情報をどんどん更新していますので、ぜひそちらの SNS もチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。